源の真は平安時代初期から前期にかけての苦行。佐賀天皇の子。神は正二位、左大臣、増将一位。初代源氏長者、北編大臣と合した。佐賀朝の公認5年に弟の広し、常と共に元長王未成を賜物もの組みされて親戚降下し、左京に官府されて子主となった。 純奈町の天朝2年無意から14以上に直除され、翌天朝3年時中に任ぜられる。事務教、ハリマゴンモを経て、天朝8年7月に22歳で3議に任ぜられ、同年正月に悲惨議ながら、13位に除せられた弟、常に半年遅れて苦行に劣す。天朝9年生4位下に少女。天朝10年、人形天皇の即位後間もなく13位に除せられる。 人氏明朝では、天皇の外王子、立花の公や、佐賀上皇の女性で、その信頼が非常に厚かった、藤原義房には官位を超えられるものの順調な、昇進を果たし、上和二年生三位、上和九年に発生した、上和の変の直後に中納言、上和十五年代納言に任ぜられる。下唱三年、文徳天皇の即位後間もなく十二位に上る。 時期東宮の選定にあたって、右大臣、藤原義久が貢献する、これ人親王が有力であったもののまだ幼少であったことから、門徳天皇から先に、長男のこれ高親王を立てて、これ人親王が成長した後に講師を継がせる意向について相談を受ける。ここで、神は、これ人に罪があるなら敗すべきであるが、罪がないのであれば、他の巫女を擁立すべきではない。 天皇の命令であっても承諾できない、と述べたという。最高4年、吉封佐の大乗大臣就任に伴い左大臣に、昇進。天安2年、生は天皇の即位と同時に、正任意に至る。上元8年王天門の変において、大納言、友野義雄の布告により、王天門放火の権儀を受け、右大臣、藤原義美と友野義雄との通報により、 朝廷の兵士により、真の邸宅が取り囲まれる。しかし、大城大臣、藤原義久は、この出兵を承知しておらず、聖は天皇に対して、状況を確認したところ、天皇も初耳であるとのことで、結局直により、三に大江恩人と、左中弁、藤原野衆が、真の邸宅に派遣されて仲裁が行われた。真は、兵祖より、 友の吉尾と船下であったことから、もともと器具を抱きつつも、危機から逃れるための対策は行っていなかったところ、思いかけず、ここを逃れることができたという。信は所有していた、春馬十二頭、従者44名を朝廷に献上し、反乱の意図がないことを示そうとしたが、朝廷は受け取らずすべて返却した。なお、変にて、 朝廷の兵に屋敷を包囲されて絶望した、真の家の人々が嘆き悲しむ様子が、伴え、大納言へ言葉に描かれている。この事件は真に、大きな精神的打撃を与え、囲碁門を閉じて浪居していた。上岸10年うるう12月気分転換のため、摂津国河辺軍に狩猟に出かけるが、その最中に落馬して深泥に陥った。 救い出され呼吸停止状態から一旦蘇生したものの、意識不明のまま数日後の28日に皇居。去年59。最終官位は、左大臣生に位。翌上岸11年3月、小くらいの異界を増位された。生来、最地に優れる一方、洗練されていて、上品な性質であり、人並みならぬ、気高さがあった。 個人が書き残した書物を好んで読み、書の腕前も優れ、図画も巧みで彩色が素晴らしく馬の形の絵はまるで本物のようであった。また、佐賀上皇からは親しく笛、古都、琵琶など楽器の教習も受けた。あらゆる物事に対してその信号を極めたが、特に高狩りには非常に心を注いだという。中気のないものは、六国史による。尊卑文脈による。 ありがとうございます。